会っていう芝居をやってるとね、いろいろ大変なんですよね。はい、大変というのはね、もう飲んでばっかりなんですよ。<laughs> 飲んじゃいますか。もう飲み率高いですね。はい、ほぼ毎日ですね。毎日ですか。しかもあれですよ。はい。 もうあのね、差し入れでビールとかやっぱりたくさんいただくものですから、はい、あの、終わったらですね、もうね、もう、まあ普通、顔とか洗うじゃないですか。はい、洗顔したり着替えとかそうです,うですね。終わったらすぐもね、どこからプシュップシュップシュッと噛んるよね。<laughs> 終わった後はもう。開く音がとにかくしますね。いいんこれはもうね、そしたらもう,もう,もう乾杯が始まる。あ お疲れ様って。毎日打ち上げですよ。毎日ですかそうですね、ほぼ。えー、でもまあ、それが楽しみっていうのも一つありますよね。そうですね。またそうやって飲む酒がうまいってのはいいですよね。ただ、あの、なんでしょうね、僕ね、ゆまあ、唯一じゃないんだけどい、いろいろまあ、セリフも間違えてるんだけど、<laughs> <laughs> そ,そうですか僕褒められたことじゃないんですけど、一回ね、はい、あの、カーテンコールってあるじゃないですか。 はい、皆さん拍手を受けて。そうですね。そして、はい、あの、毎回ですね、あの、役者の方にも、あの、代表してお一方に、ご挨拶をしていただくということで、はい、ただ、誰が挨拶するかは分からないと、その日の気分で僕が、刺すっていうことがあって、えー、名古屋でしたね、すっごく受けがよく、 うん、もうバン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 会場も沸いていて本当にたくさんの拍手をいただいて礼してまあ一応、僕がまあこういろいろと、ね、ご挨拶をさせていただいた後にで出演者、キャストに今回あの女性、女の子は一人なんですよ佐藤めぐみさんって言ってあのー、僕のですね銀のエンゼルっていう映画に出ていたヒロインをやっていた小日向さんの娘役の彼女ともう8年ぶりですかね。うんうんうん にお仕事っていう。その、あの時は10代でしたから。はい。今はもう体操綺麗なお姉さんになってるんですけども、<ー>その方、女性が一人なものです。はい。で、えー、それで、あの、僕がですね、真っ赤な衣装を着てるんですよ。<laughs> まあ、衣装っていうかね。姉さんですね。うん、そうですね。<laughs> あの着ぐるみですけど、<laughs> 真っ赤なんですよ。赤い狐という役なんで。ただ、赤ですよね。はい。それでいるんで、じゃあって、今日は、あじゃあご挨拶は、えー、このキャストの中で、こう一点、 赤い狐って言ったんですよ。だからこう言ってって言ったら、やっぱ女性っていうつもりで。でよね。で、赤い狐の僕っていうふうにボケたんですよ。はい。シーンとしました。<laughs> 残念うん。<ら>びっくりするぐらい会場、水を打ったかのようなこの静けさというのはこれのことかっていうぐらい、それまでみんな笑ってたり拍手して、あーって、うん、はって。<laughs> えその後どういう対応をされたんですかんシーンってなったうん僕はもうもうびっくりしたなぁですよ <laughs> でキャストもみんなえぇ、ー、みたいな <laughs> それででもう <laughs>、まあ、あのキツネははしゃぎましたよはしゃぎましたか <laughs> 久々ですねこれだけしらっとした空気 <laughs> いやでも僕この空気嫌いじゃないから快感ですみたいな感じで <laughs> 喜んですごかった やっー。へ想像しただけちょっと面白いです、ね。ええそれまで本編があれだけ受けていたのに、<laughs> カーテイコールで、やっちまったぜ、俺みたいなね。<laughs> でも逆にそれがね、活力になってこう。活力にはならないけども、<laughs> <laughs> いやいやいや <laughs> みたいなね。あるんですね。その空気を楽しんだわけですね。はい、学びました。うん、受けるとき、何でもやっていいわけじゃない <laughs> 一つええ、許されること、許されないことと、ちゃんと線引きっていうのは世の中何、<laughs> 何でも、何でもあるんだとあ。なるほどですね。思いました。あれは、最高でしたね <laughs> いや、大阪でも見られるかないや,、ね、いや、いや、ないです、ないです。ない、ないですか。もう、もうやんないですかです。大阪ではきっちりやらさせていただきたいと思いますけどもね。<laughs>